こんにちは、ジャズドラムの黒田です。ジャズに限らず、ドラム譜のセクションというのは譜面のリズムを何の楽器で叩いたらいいのか、全部スネアでいいのかってなりますよね。それに実際書いてあるリズムを叩くだけでは不十分だったりして、そうじゃないと言われてしまいます。ちゃんとドラムの譜面で書いてくれればいいのにと思ったりしますよね。僕もよく思いました。でも理解してしまえば、譜面をドラム譜で限定してしまうよりもセクション譜の方が広がりが出るし良いのです。なのでこれが読めるようになると音楽がすごく広がりますので、ぜひトライしてみてください。今回使う譜面はこのような形です。斜めの線はスラッシュといって、ここはリズムを埋めていきます。フィルにしても構いません。イベントのあるところまでの数合わせで書いてあります。今回はシンコペーションをやるのですが、シンコペーションとは何かは別動画で解説していますので参照ください。この一番シンプルなシンコペーションについてアプローチを考えていきましょう。このシンコペーションのセクションを見て、このようなバンドメンバーの動きの曲線を考えるのが大事です。この音の動きに4つのポイントがあります。シンコペーションの動画でも紹介しましたが、紫で書いてある前段音、これはシンコペーションの踏み切り準備音です。シンコペーションの前に打つ音なので、シンコペーション前段音と名付けました。これは僕が勝手につけた理論の名前です。黄色の呼び込み、前段音に向かうフィルを呼び込みと言います。青色は主役のシンコペーションの音。緑色の着地、シンコペーションはジャンプなので必ず着地する場所があります。以上4つのパートに分けられます。ではどれが一番大事かというと、着地になります。フレーズの一番最後になる音、これが一番セクションとしては大事です。他でどのようにリズムを間違えようと、リズムが狂わずに最後の音が合っていれば強いセクションを感じます。次に大事なのが呼び込みです。フレーズで大事なのは出口と入り口なんです。意外なんですが、極端な話、セクション自体はドラムは演奏しなくても大丈夫なんです。あとはシンコペーションの音、前段音の順番です。まあなくてもいいと言いつつ、やはりみんなと一緒にジャンプするのは大事ですし、書いてある譜面をなぞるのは大事です。実際は書いてある部分しか気が回らないことが多いですよね。でも書いてないけど、そのフレーズがどこに向かうか、フレーズの手前に合図してあげれるかというのがすごく大事なんです。では試しにセクションを合わせずに、曲線の最後の着地だけ合わせるやり方を最初にやってみましょう。一つ目はクラッシュで着地だけ強調してあげる形です。二つ目のフィルを入れての着地だと、セクションを演奏している人からすると、跳躍を妨げられた感じにはなるのですが、音楽的には OK です。音量や音質のバランスをうまく取れば、跳躍を妨げずに演奏することもできます。三拍フレーズの動画でも解説していますが、音楽的には跳躍していく人、フィルで頭に向かう人と道が分かれていても、到着先が同じであれば強いセクションを感じるということです。あえて一緒にならない方法を選ぶこともありますし、アドリブなどは予測しながらなので、フレーズがずれてしまうこともあります。でもターゲットの音、着地地点を合わせればセクションになっていくわけです。なので、ここがバラバラに歌ってる感じがするけど一体感を感じるのは、このターゲットの音をみんなが合わせているからです。ドラムの譜面にはターゲットの音はほとんど書かれてませんので、経験などもありますが、譜面や他人の音の進行感を見ながらターゲットの音を探していくというのがジャズドラマーの大きな役目になります。よく他の楽器奏者から物足りない感じがすると言われることがありますが、大概はターゲットノートに音がないというのが原因なのです。ところが、物足りないという言葉からただただ音量を上げてしまうということがよく起こります。そうするとうるさいと言われパニックになってしまうことがよくあります。大事なのはフレーズの行き先です。ではこの2種類をやってみましょう。セクションをやっていないにもかかわらずどっしり感を感じるかと思います。Thank you.
では次にセクションを合わせて着地という一番オーソドックスなフレーズをやってみたいと思います。シンコペーションは基本シンバルとバスドラムで合わせます。前段音踏み切りの音はそれ以外の音の方がコントラストがはっきりしますので、大概はスネアドラムを使います。ではやってみましょう。シンコペーションの前段音、これは踏み切りですから、踏み切りを強調すると跳躍が大きくなるイメージです。左手で同音を入れたりフラムにしたりラフにしたりできます。前段音は後で出てくる呼び込みの時に毎回手順を変えたりしなくて済むので、右手で叩く癖をつけておくのはおすすめです。次はラフですね。これは2打でも3つ以上でもどれだけ入れても構いません。下のフレーズはビッグバンドでよく出てくる装飾音、タカトドンというフレーズです。僕はのび太くんフレーズと呼んでいます。のび太くんと聞こえるからですね。ではのび太くんフレーズの解説をしてから4種類叩き分けてみます。これだと右手は、はい、で交差する手がないので、のび太くん最後が足です。くんが足ね。よく使うので練習してみてください。では次に呼び込みをやりたいと思います。演奏を聴くときに自分はドラムという風ではなくて、自分がギターやベースになったと思ってセクションの方を歌ってみてください。では聴いてみましょう。どうでしたか？手前にフィルが入ると歌いやすかったですよね。なのでビッグバンドなどセクションが大きい場合はこの呼び込みは非常に重要です。書いてないけどすごく重要なんです。これがドラム譜の難しいところですね。呼び込みは助走なので長くなると跳躍が強調されます。先ほども言いましたが、セクション自体よりも入り口と出口が大事なんです。極端な話、入り口と出口さえあれば決めはやらなくてもいけると言いましたが、それで演奏したものがありますので聞いてみましょう。セクションをしている楽器からすると少し物足りない感じがするかもしれません。でもお客さんの立場で聞くと成立してますよね。ではバリエーションをやっていきましょう。先ほどのフィルインを少し大きくしたものです。呼び込みは助走ですから長くなれば跳躍力が増します。この前にやった前段音強調は踏み切りが強くなる感じで、それも跳躍力が増します。機能をしっかり理解してフレーズを選びましょう。フレーの2段目です。16分音符を入れて倍のテンポのフィール、倍点フィールと呼びますが、カウントベーシーバンドのドラマーソニーペインがよく使うフレーズです。
この上のフレーズはビッグバンド定番のスネアとフロアのユニゾン3連符です。ちょっとテンポ的に両手でいくにはギリかもしれませんが、やってみます。この下のフレーズはビッグバンドではものすごくよく使うフレーズです。バイテンフィールとのび太くんフレーズを組み合わせました。では4つ続けてやってみます。最後のバリエーションポイントです。シンコペーションした後の着地の手前の処理です。フレーの上だと前段音シンコペーションの動きと同音着地のフレーズが同じ形になるのでよく使えます。下のフレーズはそれの着地手前を倍点のフィールにしたものですね。最後に急に加速する感じがして面白いと思います。もう一つのバリエーションです。別動画で解説しているシンコペーションブックのオルタネート埋めをやっていればスッと出てくるかと思います。前段音は踏み切りなので表だけで叩く方がノーマルですが、このように3連で埋めてシンコペーションをすると助走から深く踏み切らずになだれ込みでジャンプ的なイメージになります。連続して出てくる場合はこういうのを混ぜると自由に飛び越えてる感じがしますのでおすすめです。それでは3つ連続でやってみたいと思います。それではまとめになります。シンコペーションの記号があった場合は前に呼び込み、記号には前段音シンコペーション、そして後ろには着地と着地手前の同音があります。これらのパーツの役割を理解して叩きましょう。イメージがあれば音色も踏み切る音、ジャンプする音、着地する音と音色も変化していきますので、より立体的に聞こえます。これらのパーツの中で一番大事なのは着地です。セクションを失敗してもその着地をちゃんとしていると音楽的にはうまく進行していきます。譜面が苦手でも耳を使って今の音がどこに向かうのかをイメージしていればつかめるようになってきます。譜面はあくまで地図みたいなものであって、実際は耳からの情報の方が多いです。地図ばかり見て運転していると危ないですよね。しっかり今起こっていることを聞きながら演奏しましょう。なのでジャズミュージシャンは譜面が読めない人も結構いらっしゃいます。つまり耳からの情報だけでも演奏できるということです。ビッグバンドなんかはちょっとセクションが多くて難しそうですが、バディリッチは譜面が読めなかったそうです。でもバディリッチは一度聞くとそのセクションを全部覚えてしまうんですね。そういった特技ができそうな人は最後まで譜面を触れない方がいいかもしれません。助走は長いと大げさになります。呼び込みはバンドの大きさによって必要性が変わります。人数が多ければほぼ全部呼び込みを入れます。特に初めて演奏する曲の場合は必要です。ドラムは司会進行役みたいなものですから、全員にはい次は祝辞ですよとか乾杯ですよとか、そういった合図が必要です。ですが、メンバーが慣れてくると、もういちいち合図をする必要がなくなったりします。その際は間引くこともします。ただ、ベイシーのサミーネスティコアレンジなどは、ドラムの呼び込みを埋めることを前提としてアレンジをされていますので、間引くとおかしくなるものもあります。それは全体を耳で聞きながらやらなければいけません。
特に僕はスコアに目を通します。フレーズとフレーズの合間に他のパートがなければそこはドラムがつなぐ場所です。これがコンボになるとほとんど呼び込みは入らなくなったりします。シンコペーションもきつく飛ばない場合は全打音なども必要なくなります。20人で旅行に行けば次はどこに行くとか事細かに言わなければいけませんが、3人で旅行に行けば言葉に出さなくても雰囲気で決まりますし、多少の時間のズレは気にならなくなりますよね。それをいちいち13時だから出発しなければとか言っているとうざがられますよね。よくビッグバンドのドラマーがコンボを叩くとバタバタになると言われますが、これは呼び込みの間引きをしないからです。逆にコンボばっかりやってるドラマーがビッグバンドをやると管楽器は吹きにくくなることが多いです。呼び込みが少ないからです。サド・ジョーンズ・メル・ルイスビッグバンドなんかは中間のサウンドなので、メル・ルイスは絶妙な呼び込みとその間引きをします。特に音色コントロールが素晴らしいです。セクションに対してこのようなバリエーションを持つと同時に、音楽にそぐったバリエーション選びができるように、いろんなセクションを聞いてサウンド感も一緒に勉強してしまいましょう。今回は以上となります。無料のメールマガジンでは曲での解説をしています。今回のマイナスワン音源もメルマガを登録すると音源で送られてきます。セクション3以降の発展の部分はメルマガ限定で配信していきます。無料ですのでぜひ登録してください。ありがとうございました。